はいこんにちはレトスの斧です今回は未成年者に代理権を与えた場合どうなるかについて具体例を出しながら解説させていただきます理解できている人は簡単な内容なんですけれども理解できていないっていう方はおそらくどうだったっけこうだったっけっていった感じになると思いますこういった曖昧な知識では点数にならないんですね正確な知識が点数を生みますなんで一つでも多く 正確な知識にししていきましょうそのためにも理解が必要ということですねで今回の内容を具体例使いながら解説していきます一緒に考えてみてくださいまず A さんが土地を持っていましたでこの土地を賃貸するにあたって未成年者 B さんに代理権を与えましたで B さんはこの土地について C さんと賃貸借契約を締結するのではなくて 売買契約を締結してししてままいましたこの場合 C さんは誰に対してどんなことを請求することができますかというような内容です。ちょっと考えてみてみください、まあ、内容的にはもうほんと基本的な内容なんですね。ねなのでおそらく解説聞いていただければああそうだったそうだった勉強した内容だって思っていただけると思います。ただ解説聞いた後にああそうだったではダメなんですよね。 試験で問われた時にその時に答えられないといけないわけじゃないですか。そのためにはやはり理解が必要っていうことなんですね。なんで今回の動画を見ていただいてしっかり頭に定着させていただければと思います。では答えを一つ一つ見ていきます。まず C さんは B さんに対してどんなことを請求できるか。ここを考えていきます。で、まずポイントなんですけれども 制限行為能力者である代理人に対して責任追及できないっていうルールがあるんですね。なので今回代理人である B さんって未成年者なんですよね。未成年者ってことは制限行為能力者ですよね。ということは責任追及できませんので C さんは B さんに対しては責任追及ができません。まずこれ一つ目のポイントになります。で、二つ目のポイント。 C さんはじゃあ A さんに対して何か請求することができるのかっていうところを考えてみます今回問題文では C さんがどういった状況なのかは示されていませんなので C さんが善意なのか悪意なのか過失があるのかどうなのかっていうのが分からない状況なので場合分けをしなきゃいけないわけですねまず C さんが善意無過失だった場合を考えますなぜそのように考えたか というと今 B さんは賃貸に関する代理権与えられているわけですよねまあ貸借ですねこの土地の賃貸借契約を結ぶ代理権は与えられているけれども間違って売買契約を締結したっていう状況なので B さんは権限外の行為を行ったっていう話なんですよ権限外の行為を行ったということは表権代理を考えるわけです で、表権代理が成立するための要件として C さんは善意無過失っていうのがありましたよね。だから C さんが善意無過失であれば、表権代理が成立します。表権代理が成立した場合、C さんは A さんに対して土地の引き渡し請求ができますよね。これは AC 間での契約が有効になるからです。 表見代理が成立すればこの代理行為が有効になる代理行為が有効となるということは AC 間での土地の売買契約が成立するってことですねということは C さんは A さんに対して契約通り土地を引き渡してくださいと請求することができるという話です最低限ここまではパッと思いついていただきたいんですね でそれ以外にも考えられるポイント頭に入れておきたいポイントが4つあるんですねこれは頭に浮かびますでしょうかこれも関連ポイント一緒に勉強している方つまり理解学習日頃から理解学習をしている方だったらああの4つのポイントだなってわかると思いますつまり理解学習をしていると、まあ、1つの問題からいろんなことを一緒に勉強することができるんですねでそれらが関連づいて頭に入るので 応用問題も解けるるよううになとということですで追加の4つのポイントについては個別指導で解説させていただきますのでもしこれから理解学習やっていきたいという方は是非個別指導をご検討いただければと思います個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで是非ご確認いただければと思います理解学習ができれば1回で合格できますんで最後まで諦めずに頑張っていきましょうあなたの受講をお待ちしております 卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう